こんにちは、速稼塾の久保です。今日は5月31日でございます。先週先々週とね、5月は何かと苦心しました。取ったところもご覧いただいたように取れたんですけども、どちらかというとね、レンジ相場の中でエントリーしたくてもできない瞬間が多かったかなと思いますんで、今回はねかなり利益売上少ないんですよ。なんかね、やり始めてマイナスではないんですけども、利益の取れた月だけを並べてみると、まあ一番取れてない最悪の時だったんじゃないかなと思います。5月ね、これほど5月がね稼ぎにくいっていう印象はなかったんですけども、今回ね、来年のためにもこの5月は結構苦しかったんだよってことをね残しておこうかと思います。同時にですね、暗号通貨の市場を見てると余計思うんですけども、結構相関するところが見えてきたかなと思いますけど、まだ分かりません。ただやっぱり暗号通貨やりながら、もしかしたらドル円との影響もあるんじゃないかなってことも感じながらやっていかないといけないかなってところでございます。まあ上半期を振り返ってみると、トランプ政権からバイデン政権に変わってぐいぐいとねドルの金額が上がっていったってところがすごく特徴的だったですよね。それからエリオット波動を書くように半値戻しぐらいをしてセルの瞬間もあったと。今はそのセルの瞬間が終わって、さらにその半値戻しでバイの方に向かっていくのかなってことでございますけども、そのぐらいをちょっと振り返りつつ、今日はまたね週足から見ていこうと思います。どうぞ。はい、週足の方をご覧いただいてますけども、やっぱり高値圏と安値圏の意識がすごく大事なんで線を引いておきますね。高値圏と安値圏という形でございます。で、安値圏に入ったら上の方に行くし、高値圏の方に入ったら下の方に行くしってことです。現在はバイデン政権がぐーっと上がってきて半値戻しが終わった後、さらに半分戻したかなっていうところで、おそらくこれから収束に入るようなトライアングルを書いていくっていうことが予測されるんですけども、まだこれだけじゃ分かんないんですよね。もう一回上の方に行ってレンジに習ってこういうふうな形を取るのかもしれませんがね。はい、ではですね、次はデイリーでございます。デイリーはね、懐かしい話ですけども、上昇したのがヘッドアンドショルダー書くか書かないかってとこだったんですけども、そういうのは関係なくこちらの方のレンジを書いてですね、今ちょっと上の方に抜けていったかなってことでございます。ですので次はね、ここを目指すかどうかってところが争点になるんですけども、これね、ヒゲを出して陽線じゃないですか。これってのはもうこれ以上伸び悩んでますよっていうサインでもあるんで、大きく上にこのまま跳ねることが考えられないです。跳ねるとしたらこういった形を作って一旦ね下の方に巡り込んで、それからもう一回バイの方をトライするって形ですかね。それも意識しながら4時間の方を見ていきますよ。4時間の方を見ていくとブレイクしましたね。この高値圏を超えてブレイクした後、ブレイクした後ね、こういう風に上の方に跳ねました。で、急速に陰線を出して今ここにいるわけなんですけども、おそらく今までの例からするとこちらの方に向かうというふうに思われます。で、最後1時間足ですよね。今日はまだ相場は動いてませんけども、横ばいのところからブレイクして一旦下について勢いをつく形でこういうふうに上がってきました。同じようにですね、この水準を作ってるわけなんで、ここを一旦超えて N を作って大きく上がるというね、フラクタル画像ができましたね。フラクタル画像わかります？ここの形とここ全体の形が似てるでしょ、だからまあ上昇に向かう親和性がかなり取れてるかなってところなんで、相場が動き出したら倍の方に向かうんじゃないかなってことを意識しながら見ていこうかと思います。ただし私ね、今日ね、今日私ね、健康診断なんですよ。ですんで午前中は全くチャートが見れませんし、午後はね、うちの大和くんがちょっとね熱を出したみたいなんで、今下がってるかなと思いますけども、午後はね病院の方に連れて行くんで、相場は今日はここで私退場になります。今日はすいませんけども、エントリーはできませんし、チャートを見ることもないと思います。ということで今日はね、ここまでが精一杯です。また明日お会いしましょう。